おはようございまおはようごす。ざいます。週末は漫画ということで、そうですね。お、あ、へえ、こんなんあるん。なるんですよ。スティーブ・ジョブズとスへえ。ティーブ・ウォズニアックっていう、はいはい。もう何を言わんとするか分かりますよね。もうこのアップルですよね。あ、そうですね。アップル作った2人なんですけども、へえへアップルを作ったって言うけど、え。作ったのはもうウォズニアックだってなんですよ。ねこの人はえ。ねえ。コンセプトを作って売るだけなんですよ。でもそれでもそのケースにこだわるとかいろんなこだわりがあって、まあ、特にアップル2が大ヒットしたんですけども、まあ、僕も実はアップル2のユーザーだったんですよ。アップル2のパチモンですけどね。もうやっぱ当時いろいろ甘くて、こいつらが自分で作ってるケースだけを欲しいっていう業者にその売っちゃうんですよね。もう何万と。そしたらそのチップなんかの組み方とかいうのはこの人が考えてるんだけど、真似できるんですよ。一回やったら。それリバースエンジニアリングっていうんだけど、今の製品からどういうふうに組み立てたかってことをこうやって、で、中国ですごく、まあ、当時の中国でもう非常に粗悪なあれが出て、香港産だったんですよ。僕の買ったのは。香港産だけども、まあ、いわゆるコンパチマシーンっつって、本物が30万か20万、20万か30万するところを9万円ぐらいであったんです。でも、何不自由なく、このアップルのソフトが使えました。ソフトももう全部コピーです。もう、今で言う、なんですかっけ、エクセル。ああいう表計算の、本当に始まりのビジカルクっていうのがあったんです。そのビジカルク発明した人、学生は、その権利100万ぐらい売ったらしいんですよね。けれども、もう世界的大ヒットソフトになって、で、じゃあビジカルクどこに行ったかって言ったら、結局、マイクロソフトが買っちゃったんですよ。結局、今の商法っていうのは、競争相手を買うんですよね。で、どんどん巨大になっていく。で、競争がなくなっていく。で、競争がなくなったら値上げするっていう、もうそうやってガーファっていうのは会社できたわけですけども、まあ、それを一体どうするかっていう問題も、まあ、非常に大きな問題で、今、グーグルとアメリカ、まあ、戦争してますよね、アメリカ、司法当局と。だからあれも昔はいろんなちっちゃい検索のあれの仕組みがあったんだけど、そういうの全部もう Google が買っちゃうんですよ。で、結局もう市場数で独占していくっていう。で、ワープロソフトなんかも、まあ、昔いっぱいあったんだけど、結局もうマイクロソフトが買ってワードばっかりにしてしまうっていう。で、それに唯一抵抗してるのが日本の1.0なんです。ジャストシステムで。で、まあ、昔はね、1.0マシンって結構あったんですよ。1.0と三四郎と花子っていうのつ、そうあったんだけども、それをこう、積むと、マイクロソフトのものを一切供給しないって言って脅すんですよ。で、それを脅して、結局、1.0マシンを全部まあ、駆逐してしまった歴史があるわけなんですね。だからまあ、この これなんですけども、まあ、非常に面白いです。で、これのビル・ゲイツってかもう本当に闇、闇でもいやらしく描かれてて、でも、ゲイツ君の全て実話ですって、こう、結局、なんかまあ、こう、いやらしい話がこう、単行本にだけこう載ってるわけですけれども、まあ、非常に面白い本です。で、この本でやっぱり知ったことがいっぱいありましたね。で、ほう。僕らの頃は、まあ、神ですよ、本当この2人のジョブズっていうのは。で、マッキントッシュっていうのが出て、その前にリサっていうのが出たんですね。で、なんでリサっていう名前なのかなと思ったら、このビル・ゲイツの娘の名前だったんですよ。で、娘っていうことを認めてなかったんです。けれども、コンピューターにはリサって名前つけてるんです。で、そういうことをこう、そういう裏話なんかも、大きい、普通の書籍で読めば何時間もかかるところ、まあ、こんなんやったら、もう本当にすぐ読めるし、まあ、面白いですからね。どこかで見かけたら、買ってみたらいいんじゃないかと思います。まあ、で、僕はビル・ゲイツ、まあ、僕はアップル派だと思うこともあるし、ありますけども、まあ、Windows の乗り換えても、
本当つい最近でもないけど、うん、まあ、初期の頃乗り換えましたけど、それまでは、うん、あの日本でいう98マシーン、うん、98マシーンで分かりますかね、うん、NEC の98、うん、はい、そうですね、98マシーンだったんです、うん、で、98に98がまあ MS に乗り換えて、うん、もうそれから Windows に乗り換えてからですね、うん、それまで Apple、マッキントッシュだったんです、うん、もう何百万とするのを投資して、うん、もうこれから仕事するぞって時にバブル崩壊して、うん、結局ほとんど使わずに、うん、終わりましたけれども、はい、まあ、今日はここまでで寂しい、わかりました